はい、それではポイントの4つ目いきたいと思います。オンラインとリアルをセットで企画するということなんですね。まあ最近よく言われるハイブリッドなんて言ってるやつですよね。あるいはブレンディングなんて言ったりもします。この2つね、ぜひセットで企画したいんですね。そうすることでそれぞれ相互補完しやすくなりますし、うまく組み合わせることによって相乗効果、いわゆるシナジーを生み出すことができますから、ここは例でね、ちょっとね、いくつかお話ししたいと思います。まずは1つ目、 X 社のケースですね。商談力研修、こういうテーマで研修をしたわけですね。でまずはですね、これマネージャーをサポーターにっていうのはどういうことか言いますね、対象になるいわゆる受講者層は営業担当者です。だからノンマネージャーの営業担当者で、その商談力をどのようにして上げていくかっていう、そういうテーマ、そういう目的の研修だったわけです。で、そのマネージャーが当然いるわけです。で、この方々をですね、何としてもこうね、サポーター、こちらに引き入れたいわけですよ。で、どうしたかというと、講師、まあ私がですね、そういったマネージャー、現場のマネージャークラスの方々に事前に教育をするわけなんですね。で、こういう目的で、そしてこういうふうな研修をしますよと。で皆さんに関して言うと、ぜひ現場ではこういうふうなフォローしてください。そして、この研修を運営するにあたって、こんなふうなお手伝いをお願いします。なんていうことを、こちらからしっかりとお願いし、刷り込むわけです。で、特にこれ、グループ内のロールプレイです。ロールプレイ。そのロールプレイ、もちろん全体の前で何人かにもロールプレイしてもらって、それは私がしっかりとハンドルできるんですね。ところが、じゃあ、それぞれこの後はグループに分かれてロールプレイをしてください。なんていうところで、これオンラインだと私が全部一度にずっと一部集中見るわけにいかないわけですよ。で、その時に実は例えば1拠点、ある拠点で3、4人集まっていただいて、それはリアルなんですね。そこはリアルなんですよ。同じ拠点、同じ部屋に集まっていただいて、そこに1人サポーターであるマネージャーがついて、そして私が事前に教育しているものに沿って進めていただく。それをそれぞれの拠点で進めていただくってやるんです。これするとね、一石三鳥の効果があるわけですよ。まず一つは当然、研修そのものがよりスムーズに進んでいくし、効果性も高まりますよね。あとは、マネージャーに対しての教育になるんですよ。指導力というかですね。それからあとは現場に戻ってからもマネージャーがしっかりとフォローすることによって実践させて、そして成果につながっていくという。ということで、これって結局オンラインとそれぞれの拠点においてはリアルなので、このハイブリッドだったりという事例なんです。これが一つ。もう一つが Y 社、企画提案力研修というテーマだったんですね。で、これはその要は1回目と2回目でリアルとオンラインに分けてやるという、そういう企画だったわけです。まずは1回目はリアルでやりたいということだったんですね、お客さんが。なので、私の方から講義をしながら、あとは実際に、それを自分に落とし込んでディスカッションしたりして、そうやって少しずつ少し自分の落とし込みながらですね、より、まあ、要は企画をですね、まあ、なんていうんですかね、こう、自分の中の頭の中でこう広げていくわけですね、展開させていくわけです。で、そうすることをして2回目に臨む。その1回目と2回目の間に発表資料を作っていただくんです。要は企画提案の実際一つネタ見つけていただいて、で、それを、要は発表するための準備をしていただいて、今度は2回目はオンラインでやるということなんです。1回目は20人ほどでやるんですね。でも2回目は今度はその5人ずつに分けて、で、1スロット、まあね、5人半日ぐらいですよ。半日今日かな。で、それぞれ一人ずつ発表していただいて、他の参加者からもフィードバックがあったりとかね、アドバイスがある。で、講師である私も一人一人に対してしっかりフィードバックすると。で、そうすることで、より企画提案力っていうふうなものはこんなふうにつけたらいいんだ。企画提案っていうのは、こういうふうな方向性で改善していくと、よりいいものに仕上げていけるなんてことを、しっかりと実践のね、その、なんていうんですかね、発表を通じて、発表実践を通じて磨き上げていただくっていうのを、かなり個別の状況や課題に応じて、しっかりとフォローしながら、で、高めていってもらったっていうやり方です。さらに、手厚くやってるんです、この会社は。その上で、そのアドバイス、フィードバックをもとに、さらによりいいものにした上で、最後は本部長さん、まあ部門のトップにプレゼンしていただくってことなんですね。
で、まあ、せっかくだからそこでちょっとミニコンテストみたいな形にした上で、で、本部長賞を出すみたいなね。そうすることによって、どんどん積み上げ式で学びが深まっていった、高まっていった。そんな事例です。はい。以上がポイント4でございました。